さあ始まりました、バーサスギーチズでございます。さよなら犬、乗車必須の断り。さあ前回からの続きでございます。負けるわけにいかない、いけ基地回生、よし。うん、歩行会は抜群なのに全然効かねえのか。それをわざと言えんのか。敵討ち、ああ効かねえ。ああ10万ボルト、ピカチュウか。ここも回復しましょう。すごい傷薬はあと30個ぐらいあります。おお、破壊光線、相手はに次は技は出せないぞ。何に行く、悪系言ってみる。効かねえもう一回行こう。じゃあ起死回生、ああまた回復されちゃうよ。よし決まりました。経験値がうまいぜ。バイバニラ、おアイス食いたいぜ。お、マジアイスじゃん。最後の友達、僕に勇気を分けてくれ。さあどうでしょうか。ゲッ、起死回生、あーママか。吹雪、これはきつい。あー氷ついた、真水色マジカチンコチンや。回復の薬だっけこういうの。ムーラドさん乗り切るか。氷溶けちゃったぜ。ラシャカモンされた。次何行こう。噛みつく、行かないか。ああ行くね。回復されるかな。あれあれ、あてか最後のだ、これもし最後のバトルだったらさ、アニメーションのやつをオンにすればよかったわ。あと、よし、案外余裕じゃん。アニメーションあんま見たことないんだよね。これで僕の一層ポケモンの夢は1万円やったぜ。勝っちゃったよ。どうするのかい。僕とゼクロンが敗れた。君の思い、真実、それが僕たちを思ったか。ユジラムとゼクロン、2匹がそれぞれ異なる英雄を選んだ。こんなこともあるのか。同じ時代に2人の英雄、真実を求める者、理想を求める者、共に正しいというのか。わからない。異なる考えを否定するのではなく、異なる考えを受け入れることで、世界は化学反応を起こす。これこそが、世界を変えるための数式。ん？どうした？あ、ゲッツ。それでも私と同じハルモニアの名前を持つ人間なのか？不甲斐ない息子め。もともと私が N に理想を追い求めさせ、伝説のポケモンを現代に呼び上げらせたのは、私のプラズマ弾に権威をつけるため、恐れおののいた民衆を操るため、その点はよくやってくれました。だが、伝説のポケモンを従えた者同士が、信念をかけて戦い、自分が本物の英雄なのか確かめたいとのたまった挙句、ただのトレーナーに敗れるとは愚かにも程がある。つまるところ、ポケモンと育ったいびつな不完全な人間か。ポプーラ、まさかあなたのようなトレーナーが伝説のポケモンに選ばれるとは、完全に計算外でしたよ。ですが私の目的は何も変わらない、揺るがない。私が世界を完全に支配するため、何も知らない人間の心を操るため、 N にはプラズマ弾の王様でいてもらいます。だがそのために真実を知らなかった邪魔なものは排除しましょう。お、二人とも何飲んできたの。支配だって？プラズマ弾の目的はポケモン解放することじゃん。あれはプラズマ弾を作り上げるための方便。ポケモンなんて便利なものを解き放って、どうするというのです？確かにポケモンを操ることで人間の可能性は広がる。それは認めましょう。だからこそ、私だけがポケモン使えればいいんです。貴様、そんなくだらぬ考えで。なんとでも。さて、神と呼ばれようと、所詮はポケモン。
そいつが認めたところで、ポプーラ、あなたの恐るるに足らん。さあ、かかってきなさい。私はあなたの絶望する瞬間の顔が見たいのだ。ポプーラ、誰が何をしようと私を止めることはできない。さあ始まりました、バーサスギーチズでございます。エスカン、やっぱり無理だわさあ私に勝負を挑むとは、楽しませてもらいましょうか。ではまずこれから行きましょう。で、クロスレイン、オッケーです。これで毒を浴びます。それぐらい計算済みですと。そうですよね。じゃあ次はこれでいきましょう。神通力、はい、決まりました。ありがとうございます。じゃあ次は2度目のバックロンです。まだ回復はする必要はありません。次はこれでいきます。竜の息吹、 OK です。これで OK です。さあ次のポケモンはこちらでいきましょう。ケッ、ムーラド、さあまずはこの技でいきます。敵討ち、 OK です。もちろんここまでは計算済み。じゃあ次はサザントラです。ではこの技でいきましょう。ここで薬を使います。満タンの薬、相手はドラゴン系を使いますが、次はこの技です。次はこちら、ケッ、電池ラ、 OK、 ケッ、エレキボール、お、全然効かない。炎を使うとは。次はこちらのポケモン、ケッ、シンブラー。じゃあこれでいきましょう。で、で、クリームガン。ジャローだ。あれ、おかしいですね。ちょっと待ってね。さあここからですね。さあ何でいきましょうか。神通力でいきましょうか。相手は水タイプでしょうから、草タイプと交換します。
今度は魚か。まあ変わんないでしょう。なるほど。じゃあ変えた方がいいか。よし、勝ちました。私のモケロンが世界の。どういうことだ？この私はプラズマ弾を作り上げた完全な男なんだぞ。世界を変える完全な支配者だぞ。さて、N、今もポケモンと人は別れるべきだと考えるか？英雄になれる私が伝説のポケモンを手にする。そのためだけに用意したのがその N。 言ってみれば人の心を持たぬ化け物です。そんな歪で不完全な人間に話が通ずると思うのですか？アデクさん、こいつの話を聞いても面倒なだけです。こいつにこそ心がないよ。そうだな、本当に哀れなもの。 N よ、いろいろ思うことがあるだろう。だが、お前さんは決して軽視するのに操られ、理想を追い求めたのではなく、自分の考えて動いたのだ。だからこそ伝説のポケモンと出会うことができたのではないか？だが、僕に英雄の資格はない。そうか？伝説のポケモンと共にこれからどうするか、それが大事だろうよ。分かったようなことを。今までお互い信じる者のためにずるずっていた。なのになぜ？N、お互い理解し合えなくても控えてする理由にはならん。そもそも争った人間のどちらかだけが正しいのではない。それを考えてくれ。ああ、連呼されちゃった。あっさりだったね。君に話したいことがある。何この感動的な感じを操ってんのか？君と初めて出会ったクラクサタウンでのことだ。君のポケモンから聞こえてきた声が僕には衝撃だった。なぜならあのポケモンは君のことを好きと言っていた。一緒にいたいと言っていたから。
僕には理解できなかった。世界に人のことを好きなポケモンがいるだなんて。それまでそんなポケモンを僕は知らなかったからね。それからも旅を続けるほどに気持ちは揺らいでいった。心を通い合わせ助け合うポケモンと人ばかりだったから。だからこそ自分が信じていたものが、何か確かめるため、君と戦いたい。同じ英雄として向き合いたい。そう願ったが。ポケモンのことしか、いや、そのポケモンのことすら理解していなかった僕が、多くのポケモンと出会い、仲間に囲まれていた。君にかなうはずがなかった。ちょっと?さて、チャンピオンは、こんな僕を許してくれたが、僕がどうするべきかは、僕自身が決めることさ。ポプーラ!何?君は夢があると言った。その夢、叶えろ!素晴らしい夢を実現し、君の真実とするんだ!ポプーラ、君ならできる!それじゃ、ちょっと待って、さよなら。ということで、ポケモンブラック実況が終了となります。いやー、最後は衝撃的すぎた内容だったけども、まあこれは普通に再生問題ないのかな?まあテレビじゃないから、まあ、年齢制限とかも必要ないでしょうか。ちょっと衝撃的な内容でしたが。次回からは新しい新シリーズとして実況していきます。ポケモン W、BW、AE 実況として活動していきますので、どうぞ第1話からお楽しみください。では本日はここで一旦終わります。次回の新シリーズからもよろしくお願いいたします。仕込みは順調。
見て見て、こっち、こっち見てほしい。見ててくれたらドキドキ、ハッピー。見て見て、こっち、こっち見てほしい。見ててくれたらハリハリキリリ。